祖父たちの戦争は、アメリカ合衆国の作家マレー・ラインスターが書いた SF 中編集である。早川書房から刊行されたメドシップシリーズは、全3冊あり、そのうちの1冊目である。銀河系内にある人類が居住可能な惑星へ、次々と植民が行われた未来の世界。星間医療局では、これらの植民惑星へ、定期的に巡回医師を派遣していた。 その目的は、公衆衛生と、個人医療の新しい成果が、手際よく広範囲に普及しているかを確認することと、場合によっては、惑星検疫を行うことである。医療局が持つ、医療船には、大型の病院船のようなものもあるが、惑星巡回に使われるのは、小型船が主体である。医療船、エスクリプス20は、3ヶ月間に及ぶ、超高速航行を終えようとしていた。 船内では医療局員のカルフームが今回の任務のことを改めて考えていた。惑星ファイドラ2と惑星カーニス3が戦争をするという情報を受けて派遣されたのだがランディンググリッドが設置されている惑星で戦争が起こるはずがない。惑星に接近するものは何でもグリッドの力戦で排除できるからだ。上空間からの離脱2秒前にエスクリプス20は 強制的に通常空間に引き出された。それは宇宙空間に浮かぶ自力高効可能なグリッドの力戦のためだった。ファイドラニの連中がカーニス太陽系を攻撃するために運んできたらしい。このグリッドがあれば惑星グリッドの作動を打ち消せるので宇宙からの攻撃が可能になる。エスクリプス20はカーニス3の外側の軌道を回る惑星カーニス4に着陸させられた。 そこの前線基地の司令官は、こう説明した。ファイドラの太陽が、新生爆発する兆候が観測された。住民の避難施設を建設するため、カーニス太陽系の第三惑星に20代の若者たちを送り込んだ。一定の施設が完成した段階で、もっと若い10代後半の連中を送り、さらに10代前半の子供たち、そして10歳以下の子供たちを預けたことを、 カーニスさんの若者たちは、次々に送り込まれる子供たちの世話をしながらの建設工事に疲れ果てていた。ファイドラの太陽が本当に新生爆発するかを独自に観測したが、その兆候はない。そこで、ファイドラにの言っていることはデタラメと思い込み、これ以上の仕事を拒否していた。実は、この観測時点では、太陽活動が一時的に平穏な状態になっていたのだが、 避難施設が完成しなければ、残っている住民が、新生爆発で死ぬことになる、ファイドラ2の、父母や祖父母たちが戦線を布告していたのだった。エスクリプス20は、ファイドラ側から託された、攻撃予告メッセージと、囚われていた、カーニス側の捕虜一人を乗せて、カーニス3へ向かった。惑星への着陸は、グリッド管制官の技術もよく、何のトラブルもなく、行われた。 カルフーンはカーニスさんの代表へ3日後に攻撃を開始するというファイドラからのメッセージを伝えた。そして託児所を視察して異常を感じた。幼児たちは活発に動き回ることもなくうつろな目をしてたまに笑うだけだった。その原因は人手不足の若者たちが幼児の世話に時間を取られないようにするためサイコサーキットを使っていたためだ。 これは子供たちの神経を互いに接続し、一人の感じたことを他の全員に伝えるものだ。そのため、一人の大人が一人の幼児と遊んでやれば、その楽しさを他の子供も味わえるため、育児にかかる労力を大幅に減らすことができる。このため、幼児たちは、ただ座っているだけだったのだ。そして、カルフーウンは、幼児たちが衰弱して、 体の抵抗力をなくしているため、ジフテリアや症候熱、マシンに感染していることに気づいた。未知の病原体もいる。それなのに、ここには医者がおらず医薬品もない。カルフーンは、マーガトロイドに病原体を注射し、抗体を作った。その情報を、ファイドラの病院船に伝え、カーニスさんに着陸して、治療に当たるよう要請した。 だが、カーニスさんの若者たちは、病院船ではなく、戦闘艦が着陸するものと考えて、着陸許可を出さない。号を逃がしたカルフームは、エスクリプス20を離陸させ、非常用ロケットで、ランディンググリッドを破壊した。宇宙空間にある、ファイドラのランディンググリッドを使って、病院船が着陸し、子供たちの命は救われた。惑星、 マヤへ接近するエスクリプス20の船内でカルフーンは20回以上もグリッド管制官への呼び出しを続けていた。だが肉眼で表面の模様が見えるほどに近づいても何の応答もない。その時通信が入った。それは惑星の反対側を周回していた定期船カンディーだからだった。同船も12時間前から呼び続けているが応答がないばかりか。 いかなる無線通信も傍受できないという望遠鏡で観測しても街並みは整然としていて大規模な自然災害があったとも思えない。カンディーダに緊急着陸する旨を伝えたカルフーウムは非常用ロケットを使って宇宙港へ降下していった。着陸して景気を調べるとランディンググリッドは動作しているようだが2秒ごとに不可解なパルスが入っていた。街の中には 死体も含めて人間の姿は一つもない。レストランに入ってみれば先ほどまで客がいたかのようにテーブルに料理が並べられている。それらの料理は腐ってはいないが干からびかけていた。そして奇妙なことに地上車がほとんどなくなっていた。販売店の地上車を借用してカルフーンとマーガトロイドは住民が向かったと思われる方向に車を走らせた。やがてハイウェイは 他の街に続く者も,も合流して、太くなっていく。上空から轟音が聞こえたので見上げると、カンディーラの救命点が降下して、何かを落とし、また宇宙へ戻っていった。落ちてきたのはパラシュートをつけた男と大金の入ったケースだった。男はアリソンと名乗り、この惑星で土地を買うために来たと話した。アリソンも同乗させて、なおも車を進めるうちに、 マーガトロイドの筋肉とカルフーンの指先が規則的に痙攣することに気づいた。感覚は例のパルスと同じく2秒ごとだ。カルフーンたちは感覚減少剤を飲んで先を急いだ。カルフーンは頭の中である畜産惑星で使われている家畜用力場との関連性を考えていた。家畜が逃げないように囲っておいたり別の場所へ移動させたりするため、 家畜に痺れる感覚を起こさせる力戦だ。逃げないようにできるなら逆に逃げさせるようにもできるはずだ。ハイウェイの終点に着くとそこには何十万台もの地上車が止まっていた。そこには惑星中の住民が集まっていた。カルフーンの想像通り身体の痺れる感覚が起きたという。はじめはごく軽い痺れだったが次は少し強くなり、その次は さらに強く、そして二日前には耐えられないほど稽練したので、みんながここに避難してきたのだ。カルフーンは、惑星マヤの大統領に、家畜用力場のことを説明し、稽練の原因だと言った。大統領は避難している、人々の食料や水もつきようとしていると言った。カルフーンは、エレクトロニクスの専門家二人を含む、屈強で武器を扱えるものを6人選んでもらい、 一緒に四台の地上車に分乗して宇宙港へ向かった。あの力和で痙攣させられる場所は残っている感覚減少剤を飲んで乗り切った。その途中でアリソンは住民が逃げてしまった土地を安く買うつもりで大金を持ってきたということも判明した。ランディンググリッド制御室に着くとカルフーウンはエレクトロニクスの専門家と協議して2秒ごとに起きるパルスのうちで 力場の発生に使われる0.5秒分のエネルギーを無効にする装置を組み立ててもらった。それが動き始めれば力場は止まる。そうすると力場を設置した犯人が原因を調査しに来るかもしれないので銃を持って周りを警戒する。ほどなくライトを消した地上車が近づいてきたが制御室の明かりを見て U ターンしていった。力場を操作していた犯人と思われたが後でゆっくり探せばいい。 力場が消えたので避難していた住民たちも次々に街へ帰ってきた。捜索隊が組織され地下に隠された力場当社機を見つけ出して死させた。時期に犯人も投降してくるに違いない。住民に恐怖を与えた力場だったが良いこともあった。惑星マヤの土着植物は動き回ることができ、他の植物を食って栄養源としていた。 もちろん地球産の植物も食う。力場の影響で土着植物は筋肉に相当する部分が痙攣して破壊され枯れていた。これまで食料のほとんどを輸入していたマヤでは地球の穀物も栽培できるようになるだろう。カルフーンが惑星構成省の役人に最新の医療情報を伝達している時、マーガトロイドは住民からコーヒーやキャンディをご馳走になり幸せだった。 惑星タリエンさんに接近した医療船エスクリプス20は着陸の許可を求めるための通信を送った。すると別々の応答が返ってきた。一つは慌てた声ですぐ送信をやめろ。呼びかけられても返事をするな。もう一つは落ち着いた声で着陸座標を指示するものだ。医療局員カルフーウムは校舎の方を信用してその指示通りに船を進めた。 だが、そのグリッドオペレーターは、先日、パラどもにロケットを盗まれた。地上からロケット攻撃を受けるかもしれないので注意しろ、と話す。ランディンググリッドに任せて降下するうちに、本当に、ロケットが飛んできた。カルフーンは非常用ロケットを操作してかわしたが、何者が攻撃してきたのか。宇宙港に着陸し、惑星の交換たちから歓迎を受けているところへ、 ゲートを突破して一台の地上車が向かってきた。それに乗った男はカルフーンめがけてブラスターを発射した。カルフーンをブラスターがかすめ、上着を焦がし軽い火傷を負わされた。男は射殺され、宇宙港の人々はその死体と乗ってきた地上車の周りを入念に消毒する。グリッドオペレーターは男がパラだからという。カルフーンはマーガトロイドを連れて、 イタリエンさんの厚生大臣と共に、地上車に乗り、行政センターを目指す。前後に何台もの護衛者が連なり、物々しい警戒態勢だ。大臣の口から、パラのことが語られた。それは6ヶ月ほど前から現れた病気で、怒りっぽく変質狂になり、正常人なら吐き気を催すようなものを好んで、食べたがる。これが原因で死ぬことは稀であるが、正常人をパラにしようとしている。 今や惑星人口の3分の1はパラになっている。治療法がわからなければ、この惑星を隔離してほしい。人影のない市街に入ると、建物の上層階から様々なものが地上車めがけて投げられた。それもパラの仕業で、カルフーンに自分たちの病気を治してほしくないらしい。行政センターに着いたカルフーンは研究施設に案内された。ガラス張りの無菌室に、 一人の男が入れられている。彼は憎しみを込めた目でカルフーンを睨み、盛んに悪病していた。レッド博士と名乗る男が、こいつはパラだと言う。レッド博士は、今惑星上に残された医者の中では、私が最高だ、と自分を紹介する。レッド博士は、スカンクのような匂いのする、ナメクジのような生物をカルフーンに見せた。カルフーンは吐き気を覚えた。 その生物を無菌室に入れるとパラの男はうまそうに食べた。レッド博士はこんなものを食べたことがおぞましいのでパラの奴らは住民全員をパラにして同じものを食わせようとしていると説明した。また発病を防ぐためではなく症状が出ないようにするワクチンを住民に定期的に服用させているらしい。カルフーンがワクチンのサンプルを求めると レッド博士は拒否した。カルフーンは、レッド博士の話の内容と態度から一つの結論を導き出していった。レッド博士、あなたもパラですね。飛びかかってきた、レッド博士を低出力のブラスターで気絶させてから、カルフーンは研究施設を抜け出した。外には、厚生大臣が待っていた。オタクもパラでしょうとカルフーンは言う。その時回復した。 レッド博士の命令で警備員がブラスターを持って現れた。カルフーンは彼らをブラスターで気絶させ、地上車を奪って逃げ出した。行政センター内にいる連中は、レッド博士のワクチンで正常人のように見えるパラに違いない。厚生大臣から聞いていたパラ追放用ゲートを通って脱出しなければならない。途中で地上車を乗り捨てたカルフーンは上着の中にマーガトロイドを隠し、 何食わぬ顔でゲートをくぐった。このゲートはパラに感染したものが出るときは自由で入ることはできないようになっていて、出るときには消毒液をかけられた。消毒液には正常人をパラにするものが入っているはずとカルフーウムは考えた。宇宙港までは遠いので、またカルフーウムは地上車を手に入れてエスクリプス20を目指した。ようやくグリッドが見えるようになり、 管制室では、例のオペレーターが消毒をしている。理由を聞けば、パラに感染したのでどこかに行って自殺するつもりだ、と答える。カルフーンは彼を説得して、グリッドを操作できないよう重要部品を外させ、パラの研究対象になってもらうため、エスクリプス20の中に招き入れた。やがて宇宙港には、地上車で兵士たちが到着した。 彼らはエスクリプス20の周囲を取り囲む。管制室に入った連中は内部が消毒されているのを見て慌てて出てきた。エスクリプス20のラジオからは惑星大統領がレッド博士のワクチンでパラは撲滅できるので安心して欲しいと演説する声が流れている。その一方、警察無線では各地でパラによる暴動が発生していると叫んでいた。 カルフーンはポケットから二つの容器を取り出した。レッド博士の研究室から持ち出したもので、一つはワクチンと称するもの、あと一つには例のナメクジ様の生物が入っている。その生物を見たオペレーターは歯を食い縛り耐えている。カルフーンはワクチンを分析装置に入れた。レッド博士は最初の患者の一人で、その原因となる物質は分かったが、 治療法はつかめなかった。だが、症状を抑えなめくじを食べずに済むような物質を見つけた。正常人を自分と同じ状態にさせるため、パラになる物質となめくじを食わずに済む物質をワクチンと称して与えていたのだ。消毒薬にもそれらが含まれていた。時間が経過し、無線機からは暴動の拡大していく様子が伝えられていく。マーガトロイドが、 ナメクジの入った容器に興味を示し始める。パラに感染したのだ。原因が病原体でないから、トーマルでも体内で抗体を作り出すことができない。オペレーターはカルフーンのブラスターを取り自殺すると言った。カルフーンは彼を殴ってブラスターを取り戻した。やがて分析が終わり、パラの原因となる物質を中和させる物質が判明した。それはオレフィンや アセトンなどの不法は炭水化物で、すぐに大量生産はできない。マーガトロイドがナメクジをもらいたくなり、カルフーンの木を引こうとして、ブラスターをいたずらする。誤って、ブラスターが発射され、船の床を焦がした。火葬にある木の焼ける匂いがして、船内に、煙が充満する。カルフーンは、突然、気づいた。煙には、不法は炭水化物が含まれていることに、 煙は徐々に廃棄されていくが、カルフーンもオペレーターもマーガトロイドも十分に吸い込んでいた。カルフーンがナメクジの容器にマーガトロイドを近づけると怯えて尻込みした。オペレーターの目の前に容器を突き出す。ひどい。とても耐えられないとオペレーター。彼はパラから回復していた。この惑星では電力で熱を得ているので物を燃やすことがなかったのだ。 エスクリプス20を非常用ロケットで離陸させたカルフーウムは街のあちこちの屋根にロケット噴射で火を放った。煙が立ち上り何事かと驚いた人々がパラも正常人も含めて屋外に出てきてみんな煙を吸い込んだ。これから惑星の住民は定期的に物を燃やすようになるだろう。宇宙港でオペレーターを降ろしランディンググリッドの重要部品を戻して素早く 惑星から宇宙空間に送り出してもらう。カルフーンがパラという病気を制圧したことは称賛されて叱るべきだが彼は町の一割ほどを燃やし忌まわしい記憶を持つパラたちを正常に戻してしまった。カルフーンはレッド博士の行く末を考えていた。どんな罰が下されるのかはわからない。生漢医療局の本部に向けて超高速高校に入った。 エスクリプス20の船内では、カルフーンとマーガトロイドが、ゆっくりコーヒーを味わっていた。祖父たちの戦争、山田忠役、早川文庫 SFSF5851984 年11月、発行 ISBN4 から15から010585から5。ありがとうございます。